ヒョミンは2009年にガールズグループ、ティアラのメンバーとして韓国でデビューし、2011年には日本でもデビュー。日本デビューシングルから大きな話題を呼び、2012年にリリースしたシングル、ロリポリはスマッシュヒットを記録し、同年夏には日本武道館公演2日間を含む6都市11公演の日本ツアーを開催し、その人気ぶりを確かなものにした。2014年ソロデビューしてから精力的にソロ活動を展開し、歌手のみならず多方面で活躍。また、普段からファッションアイコンとしても注目されている。日本では昨年11月と今年4月の2度ソロファンミーティングを開催。ソロ楽曲のステージでは会場が一体となって盛り上がり、ゲームコーナーやトークコーナーでは様々な場面でファンと触れ合い、交流を深めた。今回のファンミーティングは2020年最初のファンミーティングであり、久しぶりの来日ということで彼女自身もとても楽しみにしていると話しており、ファンの皆さんに喜んでもらえるイベントになるよういろいろ準備しているとのことで期待が高まる。チケット販売は、一般発売に先駆けて12月27日、金曜日、18時より主催者先行受付がスタートしている。ヒョミンライブ&トーク2020 in Japan 日時2020年2月23日日曜日昼公演会場13時開演13時30分夜公演会場17時30分開演18時会場横浜 YTJ ホール神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1料金全席指定9500、税込み、4歳以上有料、3歳以下入場不可。